はい、ちょっと動画切れちゃいましたので、続きで見ていきます。この円でね、説明していきますけども、横にね、右の方に、時間軸です。はい。で、シェリーのハードフォークが行われて、エポック0ということで始まっていきます。その後、エポック1、2、3、4。はい。で、これがね、一つ一つが5日間でしたよね。はい。ジュライ29日、日本時間の日本、7月30日から8月3日まで。その後、8月3日から、5日間。で、8日から5日間。14日から5日間。っていうことですね。はい。で、スナップショットっていうのが、この、切り替わってから、エポックゼロが終わって、ここでね、始まるということで、これが、8月の3日ということですよね。はい。8月の3日に、スナップショットを撮りますよと。そうすると、エポック1の間を過ぎて、エポック2に入るときに、委任がね、アクティブになりますということなので、この、なんだろう、スナップショットを撮った状態で、委任を、された結果がエポック2で、反映されるということですね。で、それが、エポック2で、ブロックを、作ると、まあ、その結果、リワードがエポック3で発生しますと。そのエポック3のタイミングで発生した、リワードが計算されて、エポック4の時に、なんだろう、その、配信される、はい、リワードが受けることができますよということなので、一番最初の、受け取りが8月18日でしたね。はい。で、やることは何かということで、また、見に行きますと、はい。もう一回ね、その続きを読んでいきたいと思います。報酬はいつ受け取りますか、報酬はステークイニングが使用された後のエポック中に計算され、その次のエポック開始時に分配されます。このページの図の例ではエポック0で委任した場合、委任されたプールはステークをエポック2でブロックを生成するために使用し、その報酬はエポック3で計算されます。その報酬を受け取るのはエポック4の開始時。これがさっきの8月18日でしたね。したがって最初の報酬を受け取るまでにしばらくかかりますと。日本時間だと8月19日になると思いますね。その後はエポックごとに継続的に報酬を受け取ることができます。委任したプールが予想通りのパフォーマンスを受けることが想定されますということで、委任したプールのパフォーマンスというのはね、それぞれ差が出てくるというので、テストネットでやった方はね、わかると思いますけど、まあ、委任先はね、だんだん選んでいけばいいかなと思いますね。はい。で、あと、あ、そうか。そう。で、委任はね、まあ、一番最初の、8月18日、日本時間で19日に、報酬をね、もらえなくなっちゃう、まあ、場合もありますよね。その委任が遅れればですよ。はい。だから、ね、委任を、最短ですると8月18日。はい。まあ別に委任がね、するタイミングがちょっと遅れて、報酬がちょっと減るだけですから、本当に分かんなかったらね、当ててやんなくてもいいと思います。テストネットからメインネットのステークプール移行はどのように行われますかと。最新のメインネット候補版テストネットは 1.180 ノードで稼働しており、これはシリアアップグレードするとメインネットでも機能します。ステークプールオペレーターにとって移行プロセスは多少の設定及びパラメータの変更を行い、メインネットにプールをアップするだけの比較的簡単なプロセスです。委任と報酬。カードのメインネットでの委任とステーキングはいつから開始できますか？ ADA 保有者は登録を済ましたステークプールオンチェーンで表示可能となり、次第プールを選んで委任を始めることができるようになります。ということなので、まだ委任はできませんということですね。逆に言うと。はい。だからこれからステークプールが、オンチェーンで、いろんなね、ステークプールが見えるようになってくるので、それから選んで、委任をするということです。委任及びステーキングからどのような報酬が期待できますかと。報酬として実際に受け取る ADA の額は、実際のステークプールパフォーマンスなど多数のファクターにより左右されます。ネットワークパラメータの変更も報酬に影響を及ぼします。IOHK は期待できる報酬額の概算に使用できるステーキング計算機を作成しました。この仕組みに関する研究概要はこちらを参照してくださいと。はい、リンクに行くとね、このようなものが出てきます。1万 ADA を入れると、エポックごとに 4.6% 増えていくのがこれで見えますよということですね。ここに 4.6%、はい、ということです。だけどまあ、これがステークプールによってね、多少差が出てくるということじゃないかなと思いますね。
はい、報酬が、インセンティブ付きテスネットと異なる割合であるのはなぜですか。テスネットは委任を含むシリーの主要な機能を試す実験版でしたが、ある程度単純化する必要がありました。特に計算報酬計算の実装方法は異なっていましたと。シリーメインネットで使用される報酬メトリックスは体のエコシステムの長期的な実行可能性を確保するために厳選されたものですということで、まあ、テストネットのことはね、もう忘れた方がいいと思います。エポックが120時間続くのであれば、メインネットの報酬受け取りはいつから開始されますかと。7月29日がハードフォークの実施日ですと。6時44分ですね。あと約50分後ですね。時間はすべて世界標準時。委任が可能となるのはエポックゼロの期間中です。ITN で得た報酬はエポックゼロで委任に使用することはできませんので、ご使用くださいと。テストネットで得た報酬はエポックゼロで委任に使用することはできませんので、ご注意くださいと。はい。じゃあいつかというと、初回ステーク分布でスナップショットは8月3日です。なので、その後ですね、ブロックはエポック2にプールにより生成されますと。報酬はエポック3に計算されます。報酬が分配されるのはエポック3の最後ですということですね。はい、で、まあ、エポック4のタイミングで なっていれば見れますよと。いうことですね。これはさっきの繰り返しですよね。あ、さっきの説明と同じですよね。シェリー4とエポック20が経過しています。これはシェリーへの移行が7月29日実施され、それに先立ち更新提案が申請受領書にされることを想定していますと。この時点で20日が経過していますと。この20日は何だろう。あ、ハードフォークした、7月29日から8月18日まで20日間ということですね。ロールアウトプランでは8月18日がステーキング報酬初日とされていますが、これは ADA 保有者が初めて報酬にアクセスできる日ですか、それとも累積が開始される日ですか。ジョーズタイムテーブルをご覧ください。可能になり次第委任を始めたと仮定して最初の報酬が支払われるのが8月18日ですということなので、一番最短で、ね、ステーキングして最初の報酬をもらえるのが8月18日ですと、日本時間19日ですということですね。ステーキングを早く始めると報酬率が上がりますか。1エポック内での委任をいつ始めても違いはありませんと。あ、これは覚えておいた方がいいですね。はい、エポックの中でやっておけば、変わりませんと。要は5日間の間でいつやっても報酬は変わらないですよということですね。それはまあエポックごとにね、ステップが変わっていくからです。次のステップショットにステークが含まれるようにするために、エポックが終了するために委任する必要があるだけです。ただし確実にADAを委任してください。これによりネットワークを健全に保つことができます。そうですね。やるのはね、ネットワークを健全に保つため、分散化をするためですもんね。委任を早く始めれば始めるほど多くの報酬が得られます。って言っても、エポックごとの単位ですよね。はい。ここにリスクはありません。保有するステークが委任により減少することはありません。うまく委任することによる増加するだけですと。やってないから、委任してないからね、なんか悪いことがありますかということはないです。はい。報酬がもらえないだけですよということですね。はい、請求者のいないメインネットの報酬はどうなりますか。デリゲーター間で共有されるのですか。ごく最近まで請求者のいない報酬はトレジャリーに移されていました。しかし請求者のいない報酬がかなり生じると見込まれる、少なくとも初期段階でことがモデルで示されたことによりリザーブに戻した方が透明性が上がると判断しました。したがって、はい、こうした報酬はデリゲーター間で共有されますが、それは自動的にリザーブに戻すことに間接的かつ長期的なものになります。これで報酬を徐々に委任されたステークの比率に応じてリリースすることに、体の長期的実行可能性が確保されますと。まあ、これは知らなくてもいい仕組みの話ですね。はい、直接の報酬はの裏でどう動いているかということですね。報酬に関して ITN で委任やステーキングを行っていた場合、報酬を受け取るプロセスを教えてください。それはいつになりますかと。メインネット用ダイダルスウォレット最新リリースの専用の IT の報酬復元機能が搭載され、IT の報酬をダイダルスの任意のシェリーウォレットに還元することができるようになります。報酬は8月3日にカルダのメインネットに移行されます。これはハードフォークから1エポック後で、この時点で請求することができるようになります。ということなので、テストネットの報酬はね、このように報酬が還元されるということですね。はい、報酬はもう一回読みますけど、報酬は8月3日にカルダのメインネットに移行されます。これはハードフォークから1エポック後であり、この時点で、請求ができるようになりますということなので、この ITN 復元っていうのをね、自分でねやらないといけないみたいですね。はい、でここに、書いてあります。 IT の報酬をダイダロスから請求するにはいかが必要となりますと、
報酬を含む IT のウォレットの復元フレーズ、シェリーメインネットウォレット、IT の報酬の復元に必要なトランザクション手数料を支払うために十分な資金が入っていることということで、報酬か